おはようございます。大家早上好。ちょっと外のね、除草作業が始まっちゃってるので雑音が入るんですね結構です。季節感があっていいと思います。という人もいれば、うるさいとかね、文句クレームつける人もいるようで、世の中は様々、それぞれだから大変なんだよね。大変っていうか、まあそれが世の中なんですよね。昨夜、放送されました教育テレビのね、中国語ナビ、早速たくさんの方から見ましたよって、よかったよっていうメッセージをいただいて、すごく嬉しく思いますね。本当にありがとうございます皆さん。私日本に来て一番最初に見たテレビ番組は教育テレビです。教育テレビね、昔で言う教育テレビ、まだEテレじゃないんですよ。なぜかというと、民放はですね、早口言葉っていうか早口で喋ってるからよくわからない。教育テレビに唯一わかる番組は中国語講座そう、これならばわかる言葉が出てくるからいいかなって思うことありました。まあその時に真面目に、すごく真面目に中国語の番組を作ってるんだなって思いました。なんか古めかしいっていう感じの、だから、あ、こういう番組に出れたらいいなって思う時があるんですよ。そうなんです。でね、それが三十何年にして世の中もすっかり変わって、番組自体も変わってるんですけど、なんとか出演することにこぎつけまして、いや、一つのなんか目標達成っていうかね、まあ、また新たな門出でもありますけれども、これからも毎日精進精進ですよね。千里の道といえども、足元の一歩から始まるっていうように、やっぱり一日一日ね、そう、頑張っていくことが大事かなって思いますね。まあということで、今日もまた気を取り直して窓際族やりますよ。今日は何演奏しようかな。外はうるさいから、あんまり静かな曲じゃダメですね。じゃなくて、
外が賑やかで あまり今日はいい音じゃないかもしれないですけど、ごめんなさい。それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに。夕べの番組の再放送がですね、明日の朝6時5分です。またちょっと早いんですけども、もしも、見逃しちゃったっていう方いらっしゃれば、14日の朝6時5分に2チャンネルですね、Eテレで見ていただければよろしいかと思います。それではごきげんよう。さようなら。再见。